皆さん、こんにちは。ショーマリです。今回紹介するトミカは、トミカプレミアムナンバー10番のランボルギーニカウンタック LP500S です。スケールは61分の1でアクションはサスペンションのみとなっています。ちなみにボディカラーの色は青と黒のツートンカラーになります。でこちらに、ランボルギーニの公式のロゴマークのシールがありますね。 えっと、上に、えー、オートモバイル、ランボルギーニと、英語で書かれています。で、その下には、牛のマークが書かれていますね。で、ちょっと角度をこうやって変えると、なんか、色が、こう、虹、虹色ですかね。虹色が、こう、出るようになっています。すごく綺麗ですね。はい。で、オフィシャルプロダクトという、英語も書かれていますね。あと、ランボルギーニという、筆記体の、 文字も書かれていますねそれでは開封していきますこちらですね。 で、前はこんな感じになっています。フロントの部分には、ランボルギーニの、まあ、先ほどの箱でもありましたが、こちらのマークが書かれていますね。こちらですね。であと、こちらには、なんか国旗のようなマークが書かれていますね。ヘッドランプの上の方ですね。 で、後ろはこんな感じです。で後ろの方にも、まあ、国旗のようなマークが書かれています。で、こちらにもなんか、え、黒文字で、小さく書いてあるんですが、ちょっと残念ながら、えー、読めませんでした。<laughs> すいません。はい。で、上はこんな感じで、下はこんな感じになっています。メインドインベトナム、ベトナム製になります。で、スケールは1 61分の1で、2015年製のトミカになります。 で、ランボルギーにカウンタック LP500S と英語で書かれています。で、トミートミカという文字も書かれていますね。英語で書かれています。で、アクションはサスペンションのみとなっています。あと、このウィングもすごくかっこいいですね。この羽の部分ですね。はい。で、あとタイヤのホイールも えっと、通常のトミカとは違いますね。反対側も同じです。あと、ブレーキランプも、すごくリアルでいいですね。はい。すごく気に入りました。はい。で、走りはこんな感じです。はい、えー、以上で紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。